伊予河野氏の放棄は、平安時代末期、自称4年12月から翌年正月にかけて、伊予国の豪族河野氏が起こした平氏政権への反乱。自称、樹栄の乱の戦いの一つ。自称4年12月、伊予国の豪族河野通義氏が、九州の菊池白による反乱などと呼応して、高名山城で、藩平氏の兵を挙げ、平らこれ森の木材を追放した。 平家法である、ンゴ国の住人学入道西サビが、討伐軍として、伊予国へ攻め寄せ、通り清は、翌要は元年初め頃、高輪城で廃死した。通清が撃たれた時、この通信は、母方のおじである秋の八殿次郎のところにいた。西サビは、四国の反乱を平定した後、要は元年正月十五日に、 ビンゴ国共へ押し渡り、主演を開いて、遊女と遊びたあむれていたところ、死を覚悟した通信が、武士104人を率いて吸収した。不意をつかれた西サビは生き取られ、通信は、父の仇である西サビを、伊予国の高輪城へ連れて行き、ノコギリで首を切ったとも貼り付けにしたとも言う。通信はその後もゲリラ戦を展開して、阿波国の田口茂直を、 伊予国北軍騎士城に撃破して主導権を握った。海の武士である河野氏はその機動力を活かし、秋国の沼田氏や文後国の尾形惚れよし、薄木らと九州武士とも連携し、備前国まで出陣して、兵士への抵抗を続けた。樹栄3年2月には、平道森、平野の,のりつねらの攻略を受けて、多くの労働を失う打撃を受けたという。その後、通信は、 原略2年2月の八島の戦い、続く壇の裏の戦いで軍戦を率いて、源氏法に加わって活躍し、後に鎌倉幕府の御家人となる。こうもりずか、ありがとうございます。